最近しおり子さん来ませんね。何かあったのでしょうか。ああ、そのことなのですが、しおり子さんから伝言をことずかっているんです。今生徒会の仕事が忙しいそうで、しばらく同好会には行けませんと。へえ、そうなの。残念だな。しおり子ちゃんって所作が綺麗だから、かなたちゃんコツを聞きたかったのに。みんなで様子見に行っちゃいます。しおこ、ちゃんとやってる？先輩、しーです。しおり子さん、寝てるみたいですよ。あ、書類の山ですね。ハンコをつくくらいだったら、カスミンが手伝ってあげてもいいですけど。あれ？これって。うわ、すごいです。これ、各部活、同好会からの陳情書ですよ。全部確認して、理事長への提案をまとめていたんですね。かなたちゃん、クラスの子に聞いたんだけど、最近はしおり子ちゃん、ずいぶん丸くなったんだって。適性がなくても、どうしたらやりたいことを実現できるか、一緒に考えてくれるんだって。あ、私も演劇部の皆さんに聞きました。とはいえ、厳しさは相変わらずだそうで、演劇部の中でも評価が割れているそうですが。まったくもう、みんなはしおこの頑張りを知らないからそんなこと言えるんですよ。ただ意地悪なだけの人がここまでしてくれます？同感です。しおり子さんは厳しいかもしれませんが、本当にその人のことを考えてくれているんです。もしかしたら、その人自身よりも真剣に。え？すみません。起きてたの？その途中から、でもなんだか起きづらくて。別にカスミン褒めたりしてないからね。はい。かすみさん、よしよし、素直になっていいんだよ。しおり子ちゃん、かすみちゃんはね、他の人にしおり子ちゃんのこと悪く言われたくないんだって。違います。はい。ああ、違うっていうのが違う。ああ。大変ありがたく思っています。皆さん、私を心配して来てくださったんですよね。それなのに居眠りなんてしていてすみませんでした。謝らないでください。私たち心配もしていましたが、何か手伝えないかと思って来たんです。そうそう、かなたちゃん、しおり子ちゃんに教わりたいことはあるんだ。私もです。かすみんだってしおこにかすみんの可愛さを見せつけたいし、だから早く部活に来てよね。皆さん泣きませんよ。私も照れてしまいます。